ビ<ズ>日本連合が次世代電池の量産化に向けて動き出しましたトヨタ自動車と井出光興産は次世代電池の全固体電池について量産化に向けた協業に合意したと発表しました早ければ2027年に電気自動車に搭載し実用化を目指すとしています、まあ、全固体電池の実用化に向けた動きというのはまあ世界中でヒートアップしています これはフランスの調査会社ノーメイドによる全固体電池に関する特許の出願状況を表したグラフです灰色の棒グラフが世界の累計なんですけれどもここ5年ほどで急速に研究が活発化している様子がうかがえます、まあ、10年ぐらい前まではです、ね、オレンジの折れ線で表された日本が、まあ、これ圧倒的な存在だったんですけれども、まあ、赤い折れ線の中国の台頭がすさまじくですね。まあ、その他、アメリカや韓国などでも研究が活発になっています 今開かれているジャパンモビリティショーでも、まあ、日産自動車がですね、全固体電池の搭載を想定したコンセプトカーを発表しまして、まあ、ここでも全固体電池が話題になりましたね、まあ、そんな全固体電池の研究の最前線どうなっているのか、まあ、つい最近こんな論文がまあ公開されました「ロードマップ・フォー・ソリッド・ステトバッテリーズ」ということで、まあ、全固体電池の実用化に向けたロードマップというタイトルのレビュー論文です あの、レビュー論文というのはですね、普通の論文の、何か新しい発見をしましたよという論文ではなく、最近の全固体電池に関する、こう、論文とか、文献とか,とか分析し総括したものでして、これですね、実に300を超える文献が参考文献として載っています。まあ、この全固体電池の実用化に向けた現状を知る上で、ま、非常に、ま、便利な論文というか、ま、うってつけの論文となっています。まあ、今回の動画ではですね、トヨタの会見の内容を、このレビュー論文の内容と、ま、絡めながらお伝えすることで、ま、トヨタの全固体電池の実用化に向けた、この現在地を読み解いて。いきたい したいと思いますで、まあ、その前にですねトヨタの EV 戦略においてこの全固体電池がどんな位置づけなのかというのを確認しておきますトヨタは今年の6月に4つのタイプの次世代電池を開発していくことを表明しましたそのうちの1つが全固体電池で一番下の行にあるやつですね全固体電池を EV に搭載すれば航続距離は1480キロにも及び将来的には1850キロにも達するまあそんな可能性があるんだと そして充電時間については、まあ、残量が10%から80%になるまでにかかる時間は10分以下になるなどと、まあ、驚くような性能を実現するんだとしていますで、まあ、この表からわかるとおりです、ね、トヨタは決して全固体電池の一本槍ではありません。 まあのトヨタの将来はですね、この全固体電池にかかっていて、まあ、もしこれが転べばですね、トヨタは終わりだなんてことをまあ思っている方いらっしゃるかもしれませんけれどが、まあ、そうではないとは見られます、まあ、2行目と3行目にあるですね、このバイポーラ型というのもですね、まあ、この以前、このコーランでも取り上げたタイプの電池なんですけれどが、まあ、これも興味深い技術でして、まあ、トヨタはさまざまな選択肢を持っています、まあ、ただ、ですね、このスペックを見てわかるとおりこの全固体電池というのはですね、今後の EV 戦略においてまあ重要な柱の1つであることはまあ間違いないでしょう さて今回の会見で一体何が明らかになったのか、まあ、それは全固体電池のタイプです今回の協業でのターゲットは硫化物系固体電解質だこの硫化物系固体電解質はバッテリー EV が抱える航続距離への不安や充電時間の長さといった課題を解決する最有力素材であると我々は確信をしている、まあ、ということでトヨタと出光が取り組む全固体電池は硫化物系というタイプだということが今回確定しました このあと詳しくお伝えするんですけれども、全固体電池といってもまあ実にさまざまなタイプがありまして、まあ、そんな中、まあ、以前からですね、トヨタはこの硫化物系でいくんだろうというふうに見られていたんですけれども、まあ、もしかしたら他のタイプに転換するんじゃないか、まあ、そういった見立てもありました、まあ、ただ今回はやはり硫化物系でいくんだということが100%確定しました。 まあの予想通りなので,です、ねまあ、何の驚きもないんですけれども、まあ、100%確定したということなので、まあ、関連する素材メーカーのまあ投資判断などに、まあ、少なからぬ影響はあるかもしれませんではまあその硫化物系の特徴は一体何なのかというのを見ていく前にです、ねまあ、軽くそもそも全固体電池とは何なのかというのを見ていきたいと思います、えー、左側が一般的なリチウムイオン電池です、まあ、ざっくり言うと正極と不極というところが電気を貯める貯蔵庫です で間にある電解液というところがリチウムイオンの通り道になります、まあ、リチウムイオンがこう正極と負極を行ったり来たりすることで外部に電子が流れるつまり電流が流れます、まあ、これと右側の全固体電池の違い何なのかというと、まあ、液体だったイオンの通り道である電解質の部分がこれ固体になってますね でまあ、違いそれだけなんですけれども、左側の電解液にはです、ね、まあ、リチウムイオン電池の場合、まあ、燃えやすい有機溶媒というものが使われます、まあ、ざっくり言うと油が使われているんですね、一方、全固体電池の場合は、それをまあ燃えにくい固体に置き換えているということで、安全性が高まるというふうに期待されています。でまあ、それに加えてです、ね、イオンが早く動けますので、えー、充電時間の短縮、航、えー、続距離の延長、そして、高出力というものが期待されています。 でまあ、このイオンの通り道である固体,体電解質をめぐってはですね世界中で3つのタイプが検討されています、まあ、これ元素の組成から分類されていまして、まあ、トヨタが量産化を目指すと表明した硫化物系が1つで、まあ、そして酸化物系そしてまあポリマー系というものがありますこちらはその3つのタイプの電解質の性能を示したチャートですオレンジがトヨタが取り組む硫化物系ですこれどのタイプも完璧とは言えないのが悩ましいところですねレビュー論文には これまでのところ全固体電池に求められるすべての要件を満たすような理想的な固体電解質の候補はないと書かれています、まあ、これが全固体電池の現状です、まあ、ただそんな中オレンジの硫化物系は一番上のイオン電動率が高いですね、まあ、つまりリチウムイオンをついすいと通してくれます、まあ、そもそも電解質というのはイオンの通り道ですから、まあ、イオンを通してなんぼです このイオンの通りやすさという、まあ、絶対的に必要な要件を満たしているために、まあ、この硫化物系というのはトヨタをはじめ、まあ、世界中で注目をされているわけです、まあ、とはいえ総合力では完璧ではない中でなぜトヨタはこの硫化物系を選んだのかえ最も大きな課題は耐久性だ2013年以降この課題解決に一緒に取り組んできたパートナーがミ光だその一つが柔軟性と密着性が高く割れにくい固体電解質の技術だ 全固体電池の性能と耐久性を両立できる目処がついたと発言しています、まあ、要は先ほどのチャートで3くらいの評価だった耐久性を引き上げる目処がついたんだということです具体的には出光との共同研究で柔軟性の高い固体電解質を開発する目処が立ってそれによってそれまで悩まされてきた亀裂の発生を抑えることができ耐久性が高まるということです まあ元から硫化物系はですね柔らかいというのはメリットとして挙げられてきたんですけれどもその柔らかさ、まあ、そしてそれに伴う耐久性が、まあ、トヨタが要求するレベルに達するめどがついたんだと、まあ、そういうことかと思われます、まあ、ただですねこの硫化物系全固体電池において解決すべき課題はですね耐久性だけではありません、まあ、他に量産する上で超えなくてはいけないハードルがあります 硫化物系固体電解質は水と接触すると有毒かつ因果性のガス硫化水素が発生することがあり追加の安全上の課題を提起するとレビュー論文で指摘されています、まあ、そもそも固体の電解質を使っていこうという動機の一つはです、ね、安全性だったわけなんですけれども硫化物系の場合はです、ね、水分と触れると、まあ、別の安全上の問題がこうも引き起こされるんだとこの問題についてどう対処するのか入れ道の固体電解質の強みは 耐水性、イオン伝導性、柔らかさ、この3つを実現しうる作り方ができているということにあろうと思うとの発言です。出光の材料は耐水性が高い、まあ、だから空気中の水分と反応しづらく、まあ、硫化水素が発生しづらいので、まあ、安全上の問題もクリアできるという発言でした。まあ、加えて、これ3つを実現するんだという部分が重要ですね。 あの電池の言及に限った話ではないんですけれども、まあ、要求されるすべてのスペックを満たすというのは非常に、まあ、これ同時に達成するというのは極めて難しくですね。まあ、例えばですね、まあ、めちゃめちゃ多くのエネルギーを貯められますよ、まあ、そんな電池を開発しましたというまあ論文を読んだところですね、まあ、よくよく読んでいくと重放電10回繰り返すともう使い物になりませんでしたとかです、ねまあ、逆もまたしっかりということで、まあ、あちらが立てばこちらが立たない、まあ、みたいなことはもうよくあることです。 でまあ、そんな中、ですね今回の出ツの全固体電池、固、まあ、体電解質は、ですね1つ、耐水性が高いので安全性が確保される、まあ、そして2つ、イオンがスイスイ通ってくれるので高速な充放電が可能なんだと、まあ、3つ、えー、柔軟性があるので耐久性が高い、まあ、というですね、まあ、実用的な電池に求められるまあ3つの要件をこう同時に達成できるんだと、まあ、強調しました。まあ、ここは非常に大きなポイントですね まあただ、この安全性のところについてはですね少し補足なんですけれども、会見では個人的にはですねまあおやおやと思ったところがありまして、トヨタの海田さんは、材料、電池アッセンブリ、電池システム、車全体のこれ4つの安全システムを今、検討していて、めどはついていると述べました。まあ、これを聞くと、なるほど、トヨタは安全に対して非常にまあこう真摯にこう何重にも安全な対策をしていて、すごいなと思う一方で、逆にそんなに何重の対策もしないと。 これの電池っていうのは非常に危険なのかなというふうにもま感じますね。まあ、安全対策のためにコストもまあかかって、そしてあのこう体積もかさばっちゃうんじゃないか、電池として微妙なんじゃないかとちょっと思っちゃったわけなんですけれども、まあ透かさずですね、材料を供給する側の伊部光さん側が次のように補足しました。 詳細は差し控えるが材料そのもので硫化水素の発生を抑えるというものを設計の中に組み入れて、まあ、ゼロにはできないができるだけそこに配慮した形の材料設計を今後ともやっていくということで取り組んでいきたいということで トヨタ側の発言もこう組み合わせるとですね、例えば電池システムにまあおそらく温度とかこう湿度とかの管理だと思うんですけれどもソフトウェアなどの力も使ってこう安全性を高めていくんだと、まあ、ただそもそもそそもそもまあ材料レベルでですね、まあ、有毒なガスの発生を抑える、まあ、そういった設計を施すので、まあ、材料の段階でこの安全性はもうう十分担保されていますよと、まあ、だから安全対策というのはまあ大掛かりなものにはならないんですよという趣旨の発言とみられます。 でもしこれ材料レベルですね、こ耐水性、水分に強い性能が実現できたとするとこれ製造プロセスというところでも大きなメリットがあります。 まあこれ普通の硫化物系の材料だとですね電池の製造プロセスでこれ徹底的に水分を排除する環境を作らなきゃいけなくてですねまあ場合によってはそれだけではなくまあアルゴンというまあ他の物質と反応しづらい特徴を持ったこれガスを満たした環境を作らなきゃいけなかったりですねまあ温度も低くしなきゃいけないまあこれ反応性を含めるために温度を低くしなきゃいけなかったりとですねこれまあ扱いが非常に難しくてこれがもうコストを高める要因になってまあこれ量産のハードルになってくるわけなんです。けれども これ出水の材料だとそんな必要はないんだ、まあ、もしくはです、ね、こう必要だとしても小規模なもので済むんだと、まあ、そういうメッセージと見られます、まあ、ただ、これ今後取り組んでいきたいという発言だったので、まあ、まだまだ耐水性の問題は課題として残っているものと見られます。 これもし本当にですね材料レベルで安全性が確保されるとすればこれ量産に向けて大きな飛躍となることはまあ間違いないんですけれども、まあ、果たしてそれが可能なのか、あの,このですね一連の安全性についてのトヨタなどの発言はこれ記者から質問されて初めてこう出てきた発言でして、まあ、冒頭の両社長の発言ではですね安全性については全く触れられていませんでした。 あのということからもですね安全性については、まあ、まだ胸を張れる状況じゃないんじゃないかということがまあ伺えますので、まあ、今後の発表に期待したいところです、まあ、さて、そもそもですね石油会社の出光が作る材料が、まあ、なぜですねトヨタの目に留まるほどレベルが高いのかなんですけれども出光はトヨタいるよりも早い2001年に全固体電池の研究をスタートさせているんですね。 出光の本業である石油を生成する過程で硫黄成分が副産物として出てくるんですけれども、まあ、これを何かに活用できないかと検討してきた中で、まあ、早くから全固体電池への適用可能性を見いだしてきたわけですなんと硫化物系の固体電解質においてはトヨタと出光の特許登録数を合算すると世界でのシェアは6割を超えると説明していました ちなみに出光はですね、あの有機 EL あのスマホとかテレビのディスプレイで広く使われている有機 EL の材料でも、まあ、世界トップクラスの技術力をまあ持っていまして出光、まあ、はただのまあ石油メーカーではなく化学メーカーとしての実力も折り紙付きです、まあ、さてですね、まあ、トヨタはそんな出光と協力関係を深めて全固体電池の量産化を目指していくわけなんですけれども、まあ、ここで気になるのはですね、まあ、パナソニックとの関係です あのパナソニックといえばですね EV 用の電池メーカーとして、まあ、日本ではトップクラスの企業です、あのトヨタとパナソニックは EV 用の電池を作るために、まあ、PPES という合弁会社を作っていましてあの、まあ、従来の電解質が液体のリチウムイオン電池においてはかなり深い協力関係にあるんですけれども、まあ、果たして今後の全固体電池においては関係どうなっていくのか。 まず2027年から2028年の実用化チャレンジを確実なものにしてそれから量産化技術としてしっかり育ててそういった形で PPES とも一緒にやっていきたいとの発言です。 まあの将来的にはパナソニックとの合弁会社である PPES でもまあ全固体電池を検討していくけれどもまあそれは量産化技術をしっかり育てた後ですよとまあ裏を返せば、出口の材料というのが実用化を実現する上では鍵になってくるんだというような内容でしたまあただ一方でそんなパナソニックはですね全固体電池の分野でも近年急速に存在感を高めています。 えー、再びフランスの調査会社ノーメイドのデータによりますと2022年に公開された全固体電池に関する特許数のランキングでパナソニックが世界1位になっています、まあ、ちなみにこれはですねトヨタとイデミスが得意な硫化物系に限らず全固体電池全般の特許です、えー、パナソニックはレビュー論文でも言及されていましてパナソニックによる細菌発見は材料研究に新たな道を開く可能性があると書かれています、まあ、その材料とは一体何なのか